いただきます。いただきます。お待たせしました。おこちら、おうまそう超うまそう夏野菜のパスタ、カントリーサイドライフルです。すげえね。って勝手に名付けちゃったやばい、うん、こんなになっちゃったお皿、はい、お皿いいやつだったんですが、はい、でかくね、なんかフォーク1個でかくね。1個だけでかいね。気のせいだな、きっとな。いや、早速食べますか、じゃあ。いただきますか、じゃあ。3人で並んで食べますか。はい。どうぞ。いただきまーす。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。でかくね、ほんと。やばくね。フォークがでかい。準備 OK？ はーい。うま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 ーい。なんか、うん、最高に引き出してくれてるね。ねえ。やっぱうまっ。なんていうかな、ちょっとわざと野菜を引き立ててくれるように肉系を少なめにしてくれてるんですけど、超引き立ててる。うん、パンゼッタ、ね、ちょっと入ってるんですけど、いやバリうま。うまいね。うん、野菜うまい。ちょっと地元の言葉で言うと、なまらうめ。マジうまい。なんばらうめよ。なんばらうめ。シェフ最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、野菜使うのダメですか。私たちです。あ、あ、バイカウンター。いやー、もう完璧です。ね、なんか火がいいよね。うん、カップルかよ。温かいソースって意味だからね。カップルかよ。やっぱりあれですか、二度漬け禁止ですか。うん、二度漬け禁止です。おー、うまいっすか。ボロボロ、いきます。そうね、気になってるのはここピーマンに決まります。ソースがバリウム。マジ感動なんだよ。初めてバーニャカウダ頼んで食べたとき、今まで食ったのと違う。多分俺が今まで食ったのはバーニャカウダじゃなかった。じゃあ何ですか。ニャー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 って。アンチョビがすごいね。うん、そうそうそう、幸せだわ。うん、ありがとうございます。何回言ったことか、うん、それぐらいですわ。感謝感謝ですね。それ舐めたいの。パン、パン、先ほど畑で採れたパン。そう。畑で採れた。いや、違う、ザキヤマの。YouTube で自由でいい。YouTube で自由でいい。ありがとうございます。うまい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 。超うまい。古代米のパン。うまいわ。俺、うまいでしょ。今回のジャガイモ。最強スープでございます。何かさ、遠近法かな。あシェフの気遣いが実はですね、事細かにありまして。そうなんです、ここのお店ね、広盛っていうサイズがあるんですよ。広盛っていうサイズがある。俺が来るとね、はい、広盛っていうのを出してくれるんです。フルネームで言うと、キモリ。フルネーム言わなくていいよ。バキューンってなるやつ。氷は、なんだろう、山で言うとチョモランマみたいな。まあ、広盛はチョモランマ。広盛はチョモランマ。やばいっす。うまそう。じゃがいもがとんでもないことになりました。とりあえずこんな感じで。はい。はい、ありがとうございます。ということで、スープになりました。
いただきたいと思います。いただきます。専用です。サイズがおかしい。医療用サイズです。いただきます。いただきます。いただきます。すげえ。優しい。うまっ。スジャータ、スジャータ。スジャータ、スジャータ。うまっ。使わなくて。うまい。すごいうまい。なんだろう、なんかシンプルなのに、うまみが重なってる感。お、そうだな。重層的なうまい。平瀬でかく。いやー、本当ありがとうございました。すごい素敵な一日になりましたね。本当に。こうやって言えばヒロで、こうやってあのヒロのカードで買います。ああ、ね、カードごともらってる。カード使えないとかそういうあれじゃない。じゃあいいですとか言おうかと思って。ちょっとそこの距離1本持ってきてこう。パキッてやる。ピタピタ折れたて行こうと思います。うまそう。はっ。いやいやいや、熱くなってる。あ、熱くなってる。あ、そうか、火つけてる。うまい。似合うね。でしょ。塩むすび持ってくる。お疲れ様でした。いやー、うまかった。うまかったね。友達のイタリアンにちょっと作ってもらった特別の野菜を食べたんですけども、はい、最高でしたね。最高でした。最高でした。本当にありがとうございます。ありがとうございます。名前出しても。あ、名前出しても。あ、本当ですか。俺の顔出さない。ああいうことできなくて。ああ。まあ、前回ね、はい、リーダーにプロ顔負けの料理を作ってもらって、うん、はい、まあ、そこからじゃあ今回本当のプロに作ってもらったらどうなんだろうって。素人だったわ。美味しかったよ。美味しかったけど、美味しかったけど違ったよね、うん、プロは違った。質が違うね。うん、まあ、それは当たり前なんですけどね、うん、まあ、今回こうやって初めて料理、野菜作って、まあ、実際に料理になるまでの過程を、うんうん、まあ、今回やってみたんですけども、うん、まあ、本当にいい経験になったと思ってます。はい、はいはい、これからもね継続していこうと思います。はい、ぜひ次回もお楽しみに。はい、それでは、はい、またね。またね。またね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。撮影してると思ったけどさ、うん、うまそうしか出てこなくて、うん、うまそう以外どう表現する。